はい、こんにちは。宝塚市にあります中華料理シーファンの松本です。今日は2回にわたって小籠包、プロが作る小籠包をお届けします。まず1回目はあん作り、皮作り、そして2回目に、巻いて蒸して試食してみたいと思います。どうぞご覧ください。はい、では小籠包のね、皮を作っていきます。強力粉300と薄力粉 100g、 それに、お湯をね、110入れます。220入れます。であとね、お砂糖を少し入れます。お砂糖を少し入れてやるとね、乱れがしにくくて、巻いた後でもね、だらっとならずにシャキッとしてます。袋に入れて一晩寝かせます。はい、ではボイルした豚の皮を、掃除していきます。掃除っていうのはこの皮の裏についた油を、掃いでしまいます。このね、油はね、臭みが出ますしね、小籠包の、スープにはね必要ないんで、こういうふうにきれいに取っていきます。次に豚肉の皮を入れて炊いていきます。これでコト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 、だいたい1時間から1時間半皮が柔らかくなるまで、炊いていきます。はい、グツグツね沸いてきましたので、弱火にして、煮込んでいきます。1時間半煮込みました。お水がだいぶ少なくなって、豚肉がとろとろに柔らかくなってます。これを少し冷ましてミキサーにかけていきます。アクが張りますのでね、少し取ってやります。さらにね、細かい目のザルでこしていきます。はい、では小籠包の餡を作っていきます。皆さんね、小籠包の餡
豚のミンチ肉使ってると思われてるでしょうが、ミンチ肉でだけで作ると味がねやっぱりちょっと美味しくないんですよね。なのでこのバラ肉を使います。しかも手切りで切ります。それとミンチ肉を少々混ぜます。お店によって人によって配合や分量全然違いますので、その店その店独特の味があると思うんですが、うちの場合はバラ肉を、自分で切ってミンチ肉と分量を合わせて味付けしていってます。ミンチ肉も混ぜます。おろし生姜です。青ネギです。お塩です。お砂糖。お醤油が少々。はい、これが豚の皮のスープです。すごいでしょ、プルプル。これを今度またミキサーにかけて砕いていきます。はい、ではこのスープを加えていきます。はい、小籠包のあんの完成です。